なめこ&ダンボールなめこのボールなめこ日本ナキン。皆さんこんばんは。いつもふんふんみんなのヒーローなめこさんと、頭脳はダンボール、体は37歳、ダンボールなめこが花金の夜をふっと楽しくする30分。本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。皆さん、花金の夜、もといお盆の夜、いかがお過ごしでしょうか。今回はボールなめこ日本花金お盆スペシャルと題しまして、2020年に公開したホラームービーシリーズなめこを枯らすなを皆さんと一緒に見ていきたいというお盆納涼企画でございます。なめこさんは随分この撮影で怖い思いをされたんですよね。あ、もうへっちゃら、一回見てるから、一回見てるっていうか、もう一通りね、出演されてるわけですから、もし、今日ね、花金、BNA のご覧の方でなめこを枯らすなを初めて見るよという方、心の準備をしておいてください。次から次に恐怖映像が流れてきますので、まあね、口でどんだけ説明するよりも、もう見ていただいた方が早いと思いますので、はい、なめこを枯らすなはですね、ファイル1からファイル8、全部で8作品、8本の、ムービーになってます。ということで、今回1話ずつ見ていきたいと思います。で、我々の方で撮影の裏話とか、こんなことあったよみたいな話もちょいちょい織り交ぜながら、恐怖映像を皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。では早速いきましょう。なめこを枯らすな、ファイルナンバー1、呪われるなめこです。どうぞ。このタイトルのところからこうですね、なめこさん覚えてます。これ実はね、キーワークの裏手の文字なんです。実は夜に撮影しました。後ろに誰かいるかなと思って振り返って、誰もいない。そして立ち去った。あ、やっぱりいないよね。そして驚いたら奥さんは枯れてしまう。続け、なめこを枯らすな。はい、ということで、今ちょっとね、ファイルナンバー2が出ちゃいましたが、はい、こんな感じで、ひょんなことから呪われてしまったなめこ。これなんで呪われちゃったんですか？覚えてない。ひょんなことすぎて覚えてない。いやーね、お化けも迫真の演技でしたけれども、これ実は、撮影していただいた制作スタジオの監督さんっていうのが、インディーズでホラームービーを撮影されてる方がいて、その人にお願いをしたんですよ。なのでもう、こうホラームービーのお約束だったりとか、撮影テクニックとかも実はこの短いムービーの中にふんだんに取り入れていただいて、結構本格的な仕上がりになっているっていう、そういうね、映像になってます。さっきお化けいたじゃないですか。あれはお化けなのかマサルなのか何なのか分かんないんですけど、あれもカツラもね、最初ボサボサじゃないんですよ、あのカツラ。ちゃんと怖くなるようにこう仕上げたりとか、あとお化けの手とかも全部塗って白くなるようにしたりとか、かなり細部にまでこだわってやってるんで、お化けの衣装もね、かなり用紙が入ってるからっていう面もちょっと注目していただきながら、恐怖映像を見ていただきたいなと思います。だからネタバレをしながら見る恐怖映像って初めてなんですけど、その辺もね、お楽しみいただきながら見ていきたいと思います。ではいきましょう。ファイルナンバー2、鏡、どうぞ。お家に帰ってきた帰宅シーン。
あれなんかいる、あれいないっていうね、気がつい、なんかいると思いきや本当はいない、鏡の中にいた、じゃん、これ本物の鏡を実際に鏡の中でとにかく割りながら撮影したの、ガシャンガシャン、その光景怖えよみたいな。で今の作業のカット割り見ました、あの鏡に映り込んだカレナメコ、ナメコさんこう驚いて枯れちゃった姿を鏡に映すことで表現してるっていうね、テクニックでございます。つまりだからお化けが鏡の中の世界から鏡をぶち破ってこちらにやってきたっていうね、そういうシーンでございます。あのパチパチって電気消したらいるいないっていうのもねよくありますけど、ちなみにあれは金目町のハウススタジオの撮影じゃん。一連の撮影全部で 3,4 日ぐらいかけて、やったんですけど、一番最後に、最終日金目町に行って、ね、やってきましたね。では続いていきましょう、ファイルナンバー3、オフィス、どうぞ。オフィス会社でも怖い、あー懐かしいですね、これ B-WORKS の社内です。コーヒーどうぞ。コーヒーどうぞ、綺麗なお姉さん、嬉しいですね、ナメコさん、もう一目惚れです。ちなみにこの方はあの B-WORKS の社員ではありません、役者さんです。あ、またお姉さん電話が来た、やばい、ちょっと待って、怖っ、ちょっと待って、はい、もしもし、はい、すいません、突然電話がかかってきて心臓飛び出るぐらいびっくりしました。今度は俺の番か、みたいなやつからかかってきたと思ってマジで本当心臓止まるかと思いました。カレーダンボールナメコになるところでした。普通にあの取引先のお電話でございました。よかったです。はい、呪われなくて。ではすみません、気を取り直してもう一度ファイル3いきましょうか。ファイル3オフィスどうぞ。いつもさっきねご覧いただいていました。はい、これね昔の B-WORKS です。あれ、あ、綺麗なお姉さん、コーヒーどうぞね。役者さんです。美味しそうなコーヒーです。ナメコさん、こんなにこう、ワンワンってしてるの珍しいですね。あ、またこのさ、このトーンってさ、何やん、俺に断ってお前、色に使ってんだよ。私を見てよ、みたいな感じですよね。違うのかな、ナメコ、カラスな。結局枯れちゃうっていうね。報われないこう2人の関係ですけどでもなんかちょっとあのファンシーな感じに見えません、あのこのオフィス編は。え、全然そんなことない、なめこさんどうぞ、あ、かわいいお姉さん、あれに多分嫉妬してるんです、お化けお化け嫉妬してるかな、血のりダクダクコーヒーで一歩一杯いっとくみたいな、なんでそんなものだった、ドキドキだった、ね、本物の血のり使ってますから、ダン、なめこさんは全然そんなことないって言ってましたけど、僕からするとあれはこうお化けさんがちょこっとこうなめこさんに振り向いてほしくてやった、シーンだったのかなっていうふうに思いましたけどね、皆さんはどう見ましたでしょうか。はい、ではどんどんいきましょう、ファイルナンバー4、嵐の夜1でございます。1です、1、あ、出ました、さっきのお家、ドンドンドン、これよくあの雨の日カーテンを開けたら、怖っ、ダンうわ、家の中まで入ってきてる、続く。今回気づきました、皆さん、お化け姿見せてないんですよ。でも
最初あの窓の外にいて、でナメコがびっくりしてこうカメラが引いたら気づきました。家の中にテレビにも白いのついてたの。ってことは最初外にいたやつは次の瞬間中にいてるんですよ。そして最後はカレナメコの後頭部にも手が置いてありましたよね。ねえ、さあ嵐の夜2どうなるのかご覧いただきましょう。どうぞ。2です。寝てますナメコさん。グーグーグー、寝苦しいんですかね。ちょっと暑そうに肌だけど、やばい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 、うー反撃した寝てこんなはずではなかった。今回は枯れなかったナメコ初めて反撃しましたね寝てただけ、寝てただけですよこれ寝てたからお化けの姿を確認し視認しなかったから枯れなかっただけじゃん。え、そんなことない。ナメコは家の中でお化けを反撃したの。あ、そういうことだったの。あれじゃあ夢の中でお化けとバトってた。覚えてない、覚えてない覚えてないのになんであの強気のあの主張をしたのかよくわかんないですけど今回は枯れなかったナメコ、ね、初めてですね、ナメコを枯らすなのタイトル通りに言ったのは。さあ今後ナメコとお化けのこの奇妙な関係はどうなっていくのでしょうかね。はい、では続いてファイルナンバー6いきましょう。どうぞ。謎の電話。あ、またまた会社なんかね、めっちゃ通知来てる。うわうわ、もうこれ絶対絶対あいつじゃん、絶対あいつです。うわ、また来た、また来た。もしもし、反撃されたもん。なんか何あのサイレントカレサイレントじゃないけど別に怖がってる。何こっからすな。はい、ということでファイルナンバー6、謎の電話をご覧いただきました。ぶっちゃけさっきの映像を見ている途中ずっとこの電話が再び鳴らないかを非常にドキドキしながら見てました。ね、マジ鳴ったらね、いろんな意味で心臓が止まる。今ちょっと今日いろいろありましていろいろね、いや今日怖い動画撮るぞって話はもともとしてたんですけど怖い出来事がいっぱい起こって撮影が2時間押すっていうね。はい、はい、ということで謎の電話ご覧いただきました。残すところナメコを枯らすなもあと7話と8話ところ残っております。2話のみとなっております。さあドキドキ、ナメコとお化けの関係どうなっていくのか楽しみです。もうならないよね、なってくれるのよ。はい、ではファイルナンバー7いきましょう。ナメコさん、さっきね枯れちゃいましたけどどうなることやら。ファイルナンバー7、反撃。はい、いきましょう。反撃、ついに反撃の申しを上げるか。あ、おお、森潮にお札を貼ってバッチリですね大神宮、もう来るならこうかかってこい。うん、やばい、これなんかラップでしょ。めっちゃ全然反撃できてねえじゃんガシャンガシャン。あ、数珠開けられないと。むしろもうお化けに反撃されてない？めっちゃお札、これね、お札めっちゃコピーしてき持ってきたんですよ。あ、留守電通話。ピンポンピンポンピンポン。モンキーに出ちゃダメだから。絶対ダメでしょ、これ。
お約束だよあれ。あんなインターホンだったら。アマゾン。アマゾン、アマゾンじゃないよあれ。どう考えてもやつでしょ。いやしかしあの反撃って対応、俺もちょっと結構内容はあんま忘れてたんで、反撃すんのかなと思ったら全然反撃できなかったですね。お札の効果ゼロ。もうなんならね、お化け今までで一番攻撃力増してましたけど、さあ最終的になめこさんどうなってしまうんでしょうか。枯れずに、あれでもさっき枯れなかったね。あれ枯れた？枯れてない。枯れてないよね。お化けには効果ないけど、実はあの貼ることによってなめこのバフがかかってなめこが枯れなくなるっていうことなんじゃない、もしかして。そういうこと？新しい発見。4年後にして、さあいよいよクライマックスでございます。なめこを枯らすなファイルナンバー8配達、皆さんご覧ください。配達でも絶対インターホン出ちゃダメなんだあれ。ねえ、お札の効果で枯れなかったなめこさん、のんきにインターホン出ちゃいます。あでも普通になんかお兄さんが来て、配達のお兄さん大丈夫。お届け物です。あこれ監督です、ちなみに。これ監督です。監督が出演してくれました。なんかお届け物です。届いた。なんだろう、なんかこんな頼んだっけなみたいな。うわっ、やー、枯れてる。お札の効果ゼロ、終わり。結局枯れてしまいました、なめこさん。ね、以上、これがなめこからすな全8編でしたが、どうでしたか ?1 から8、改めて見て。いや、久しぶりに見てね、そうそう、すごい面白かったよね。何話が一番怖かった？やっぱ 1? 最初のコーヒー、電話、あ電話なんだ。やっぱ俺もさっき、ちょっと待って、今なんか電話かかってきた、あれ違う音がしたな気がしたんだけど、なんかちょっと待って、今なんかガサガサ音がする。え、聞こえた？聞こえない？え、なに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 、怖いんだけど。え、うわぁ、ジューン、うわぁ、なんだ、これか、はい、ということでお送りしてきましたボールナルコ日本花金お盆スペシャル。なんだかんだ楽しい時間もあっという間に過ぎてしまいまして、本当にお別れのお時間でございます。次回配信は2024年8月30日金曜夜8時からです。お相手はいつも夫婦みんなのヒーローなめこさんではなく、カレなめこさんとダンボールナイフでした。またね、バイバーイ。We'll be right back.